家から出なく
凍らせておけるから家から出なくて済んで。そればっかり。いや、美味しい。楽なんですよ。で、野菜の甘みが出るので、ちょっと濃いめに味付けちゃおうかなみたいな。うすくら、うちの会社出入り禁止アットバンプ。なんでこうやって見てるんですかね。しかも玄米を使ってるんで、食物繊維がすごい豊富だと思います。うん。うん。でも、お肉部分は好きなのを使っていいんですけど、ソーセージだと間違いがないじゃないですか。火が通る。チーズがあるとかいいですね。そうそう、チーズの味も加わって、旨味が増して、私好きなんですよ。と、こんな感じでした、うちの。じゃあ、ちょ。美味しい。あ、よかった。なんかオチがなくてすみません。いや、でも順番こぼしだからね。パチパチパチ、俺がオチですよね。あれ、急に運営コメントがリレーになって出るよ。すごい。すごい。あの、何の意味もなく普通に食ってるんですけど、大丈夫ですか？はい、まだありますんで。あ、いや、そんな。じゃあ、私は席に戻るから。作ってみた。あ、まだ30分経ってない。そうです、素早い、よかった。すごい、ちょっと感動してます。嬉しい。これなんかみんな話しといた方がいいですね。世界で一番幸せかもしれません。やった。嬉しい。やっぱ自分が作ったものを喜んでもらえたらすごい嬉しいですよね。皆さんもぜひ真似して、超簡単だから。すごい。炒めるだけ。ちなみに焼けました。初めて焼けました。初めて。わあ。熱い。はい。俺とハッタの件すぐにマジギレアットバンブ。え、なんで？ハッタさん、バンブーさん。え、パタさんも見てるんですか？パタさんも見てるんじゃないですか？見てるって言う話、パタさん。これ、パタアキさんが締めに行くってよ。え？あ、ちょっと。でも来る。これ全部食べようかな。で、ここで、なんと。なんと。あ、じゃあ、この前に。その前に。食べるか食べるか。なんと、その前に。おー、食べ終わった。で、はい。あんって結構してあげたら、僕は全然ないと思ったんですけど、え、うすくらさんが僕じゃない。なんと、これを、え、じゃあ。で、今コメントに書いてあったの。なるほど。画面の向こうのあなたに、今日もお疲れ様でした。ご飯、できましたよ。はい。あーん。ここまでいけるか。あ、コメントであーしてくれてる。嬉しい。こういうこうなんかインタラクティブ感がいいですよね。はい。ニコ生楽しいな。うん。はい。ごちそうさま、ありがとうございます。はい。そんなこんなで。あれ、なんか中国的の。どうしたら歌っていいのかな。うすくらさん作るんじゃないんですか。あ、ねえ、今日そのために材料買い込んで、はい、すごい。なんでしょ。納豆、桜エビ、なめたけ、コンビーフ、本だし、ご飯、醤油、たくさんあるんですけど、なんか作ってくれるっていう話なんですけど、うん、歌って待ってようかな。帰ってきた。今みたいな。すいません。普通に水分を干して味濃かった。いや、じゃなくて、普通に。はい。どんだけ自由なんだって言って。でもさっき取材の時になんかライターさんがね、このグルーヴ感がいいですよねって褒めてくれたんですよ。番組の。はい。なんか緩いってことですか。緩いじゃないですか。グルーヴ感。グルーヴ感がいい言葉だなと思って。
お座りひどい？大丈夫？お座り？いや、今ちょっと水を取りに行きます。